視聴者の皆様とみんなにご報告があります。なんだよ、なんと、はい、なんと12月10日、はい、味の素スタジアムで、はい、ジャパンオールスター2022を開催します。やらせてもらいましたけど、昨年は、まあ、報告が2週間前になりましたね。寒かった、本当に急だったすぎた。急だったですし、ちょっと寒かった。いや、寒かった、寒かった。それの中、一番に集まってました。昨年は今年はもう準備期間もしっかり長くとって味の素スタジオ味の素スタジアム約2万人。どんどんとかけちゃうんだよ。味の素スタジアム約5万人入ります。うわー、なんかそれを満杯にしたい。うわー、絶対行こう、絶対行こう。まあ僕たちのチームと J リーガーを集めて試合をします。うわー、すごい。で、今キャスティングを進めてるんですが、現役チームです。現役選手すごい、なんかじゃあすごい、ちゃんとハジさん、ウィナーズのレギュラー。実際昨年どうだった、タカとかさ、日産スタジアムで2021ジャパンオールスター、うん、やったと思うけど、栗原選手一回ぶっ飛ばされてるんで、また現役選手になるとさらに強くなってくると思うんで、まあ、ちょっと体を押し上げていきたいなと思ってます。うん、昨年はどん取ったのは、そうですね、あゆむ、いや、取ってない。まだよ。まだよ。もう1年弱ぐらい経つって。お前が言うてんねん、まだ。そろそろ認めてほしいですけどね。出ないから。決めましたよ、僕ら。あゆみだから。めちゃめちゃ喜んでたもんね。うん、ただ下田さんにがっつり訂正されたから。どうだった、決めてみて。本当に感動しましたね。あの時の感動、まだ覚えてます。で、昨年がっつりハンドした誰だっけ。がっつりハンドした、はい、僕です。はい、てっきり VAR はないと思ってたんですけど、まさかモニターでしっかりバレてしまったので。もう見えてたよね、はい、ほんまに。まあ、今年は、ハンドしないようにしっかり手をこうやってスライディングします。はい、梅ちゃん、昨年か、はい、ハンドさんのゴールの後にハグさせていただいて、今回誰としようかなと。アイちゃんかもしれないけどね。アザシとかどうだった、名古屋のさ、相馬選手、相馬選手のドリブルついてったじゃん。いやー、まあでもなんかね、なんかすごい、でもなんかちょっとたまたまです、たまたまです、ほんまにたまたまで、もうまた感動の涙を流してもいいですか。いや、勝手に呼ばせてもらってるんですけど、ヘラクレス翔平は。ヘラクレス翔平、現役の人とやれるのは楽しいです。去年カズさんがボール取れたんで、ガーッていってたから、ちょっといろんな人と戦ってみたいですね。ちょっと今年は昨年出場した選手も出場予定なんですが、それ以外にも新しい選手とかも呼べたらと今キャスティング中なので、まあ昨年以上に豪華にしていきたいと思ってます。で、僕たちのチームとその、まあ、Jリーガーのチームやるんですけど、どうですか、実際の泣き自信とかは。自信はあります。もう一回叫ぼうかなとか思ったけど、やめました。楽しみたいです。
いやでもだって相当あの大歓声っていうのが僕自身初めてだった、うん、多分みんなも結構ずっと言うと思うんですけど、うん、いや歓声でなんかなんていうのちょっとちょっとシュートしたらどよめきみたいな、こう 見渡したらこうブワーってやっぱり人がいるっていうのがすごいやっぱりね、経験したことなかったもんね。ナスさん含めて誰も経験したことない。あるわ。だいぶあるわ。500点以上あるわ。マジさん緊張してたからね。すっごいガチガチでずっと。スーツ着て。控室でなんかガムかなんかパニックになってない？パニックになってない。歯磨きとかなんかガムとかなんか。でももうこんなんやったもん。それぐらい楽しいイベントだった。確かに。昨年ね。で今年は、まあ、昨年はちょっとキックオフがね、夕方以降になったので、寒かったっていうのがありますから、今年は2時。あ、いいね。2時間。2時キックオフ。なので、今年は暖かい。暖かい。暖かいとは分かって、昨年よりは暖かい。日がね、はい。その中で試合させていただくので、皆さんぜひあのご来場いただければと思います。で、チケットの販売なんですが、秋ごろ予定なんですが、詳しい内容は、順次お伝えしていきますので、概要欄の方にも記載させていただきますので、そこをチェックしていただいて、ぜひ購入していただければと思いますので、皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今回、ジャパンオールスター2022味の素スタジアムでの開催の告知動画だったんですが、みんなで、ね、Jリーガーの方々と盛り上げられるように頑張っていきましょう。じゃあ最後によろしくお願いしますけど、ケイゴキャット、今年もたくさんの方に来場してもらって僕たちも素晴らしい試合を見せれるように頑張るので、ぜひ会場の方にお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。